リアドリアドはサウジアラビアの首都。アラビア半島中央部のナジュド地方に位置する内陸都市で人口は2010年現在でおよそ525万人である。サウジアラビア王国建国以前からサウジ王家であるサウード家の本拠地としてワッハーブ主義運動の中心になってきた。中東有数の世界都市でアメリカのシンクタンクが2014年に発表した。 世界都市ランキングでは65位にランクインしている。古代から存在したと考えられており、ハジアと呼ばれていた。リアドは、ナジュド地方の心臓部であるワディハニーファの中心都市の一つであったとも考えられており、人口も、リアドのみでは、数万人、ワディハニーファ全体を合わせると、数十万人いたとも言われている。この一帯は、サウード家の所属するバヌーハニーファ一門が支配していた。 ともされる。18世紀に、サウード家の第一次、サウード王国の支配下に入ったリアドは、1818 18年に、エジプトのムハンマド・アリーの軍により、本拠地ディルイヤを破壊されたサウード家が移転した、ことにより、歴史に、名が残るようになった。サウード家はここで、第二次、サウード王国を起こすが、リアドは1892年には、サウード家に敵対する。 ラシード家の手に落ちた。1902年、サウード家を復興したアブドゥルアジーズイブンサウードが、ラシード家からリアドを奪還して、以降はナジド地方の政治的中心となり、1932年にサウジアラビア王国の首都に定められた。もともとリアドは内陸の小都市で、サウジアラビア建国以前は数万人が居住するに過ぎなかったが、第二次世界大戦後、 石油の富がサウジアラビアに還流するようになると、急速に発展し、アラビア半島最大の都市へと変貌を遂げた。周辺国との国境から距離があり、戦争とは無縁の土地であったが、2015年以降、隣国イエメンの反政府勢力風刺が発射した弾道ミサイルが、市内に飛来するようになり、パトリオットミサイルで迎撃する事態となっている。 2021年2月28日にも大規模な弾道ミサイル攻撃があり、複数のミサイルの破片が落下。怪我人の発表はなかったが、民家の被害が報道されている。アラビア半島中央部のナジュドニ位チし、リアド州の州都である。気候は、欠片の気候区分では、砂漠気候に属する。年光水量は約135ミ、mm、リメートルである。 リアドは16地区に区分されている。リアドのスカイラインリアドの夜景サウジアラビアの経済の中心地である。工業分野では、リアド地域サウジアラビア工業用地公団の監督下の2つの工業団地がある。金融分野では、アルオラや金融ビジネス街やコードなどがある。アルオラ屋にあるキングダムセンターは著名な投資家であるアルワリード。 王子の金融関連会社のオフィスと地上にはショッピングセンターがある。リアドをホームとするいくつかのサッカークラブがある。ありがとうございます。